はい、おはようございます。今日は、都民の森に走りたいと思います。ここは武蔵塚市の駅前のパーキングです。はい、ここから、檜原村の方に向かって走って、通常のルートですね、奥多摩周遊道の方に入って都民の森まで上がります。で、まあそこで少し一服して風張峠で奥多摩湖の方に少し降りて戻ってこようかなと思っています。はい、よし、じゃあスタートです。檜原村の役場を向けて走ってます。ちょっと陰っちゃったね。よいしょ。はいはい、檜原村役場ですと。富の森向かいます。あと20キロ、21キロ。はい、ここ左入ります。結構ガチな人たちが登りに来てます。ああ、綺麗だな。上川のりの交差点来ました。左行くと山梨に抜けます。あれ、辺堀まだ先だっけな。辺堀のちょっと手前で休憩してます。よっと。いやー、2人ともふくらはぎがやばい。あー、ガチ勢早いな。どんどこ抜いてく。そろそろ辺堀のしだれ桜じゃないかな。よいしょ。ああ、まだかな。まだだね。ちょっとまだ早いですね。早かった。ここもなんか良さそうな民宿ってなってるね。はい、カズマの湯越えて、本格的な登りに入ります。最後のつづら折れが見えてきました。はい、料金所ゲートを越えて滝のとこですね。夢の滝、綺麗な。はい、で最後の3キロないかな、2キロちょっと登っていきます。ゆるゆる登ります。足が回らん。
ライダーさん、おーし。はい、到着。はい、じゃあ風張り峠向かいます。8度じゃ寒いわね。はい、じゃあ風張り峠向かいます。風張林道の出口が見えてきました。こっちはのいつかは登ってみたいけど、はい、そして風張峠です。第一駐車場まで来ました。晴れてれば絶景なとこなんですけど、残念。はい、じゃあ上り返して帰ります。
辺堀の、しだれ桜などまで止まって休憩しています。大勢の人が、これライトアップも確かするんだよな。あの今年はねやってないかもしれないけど、ねえ、よかったよかった。よいしょ、おお、一番思ったよいしょ、よいしょ、山梨行きますか。いや行かない。そうそうそう、曲がったら山梨行きます。あ、間違えた。まだすみません、まだ全然。おー、綺麗だな。いっぱいだな。かわいい。車来てまーす。おっ、ここかな。よいしょ、龍獣院っつったかな。よいしょ、よいしょ。よいしょ。駐車場閉じちゃってね。ねえ、閉じちゃってんだね。すごいな。武蔵五日市帰ってきました。風張峠と都民の森へ行ってきました。少し、眺めの保管してきました。お疲れ様でした。